美味しい王将の店舗を教えてもらいました。前から気になっていた店舗です。満席になってる時が多いのでかなり流行ってます。僕が頼んだのは全てここのオリジナルメニューです。白身フライもあるよ。僕が頼んだのはエビチリマヨ玉丼。ご飯の上に卵がのっかり、さらにエビチリがのっかり、その上からマヨネーズをかけてます。これがかなり美味しかった。スープももちろんついてくる。こちらはネギマヨ餃子。これもかなり美味しい。てかここの餃子かなり美味しいかも。餃子のタレをつけて食べたらうまさ倍増だ。これは鶏の味噌炒め。この一品メニューは他の餃子の王将の店舗でもぜひ出していただきたい。てかここの店舗すべての料理が美味しいぞ。日本一と噂されている御蔭店よりここの店舗の方が僕は好きかも。いや美味しかった。締めのラーメンでも食べに行くか。お店の名前です。ここの階段を上るときと降りるとき気をつけてくださいね。